エクステリアとは、本来は、乗り物の外装、住居の外観や外壁を意味するが、住宅敷地,基地周りのエクステリアを指す場合には一般に、屋外構造物の門扉、塀といった外作、車庫などのほか、庭とそこに設置される、ウッドデッキ、トレリス、パーゴラ、植栽、その他の設備なども含め敷地内の外部空間全体を指す場合が多い。インテリアの大義語、 エクステリアデザインも参照外交は敷地周りの構造物を主に示すが、エクステリアは草基地など前提等も含めて述べられる。関連する資格として、日本の造園に関する資格一覧にある資格のほか、東京商工会議所主催福祉住環境コーディネーター検定試験などがある。基幹技能者の例では、建築ブロックエクステリア基幹技能者がある。関連団体として、 日本アルミニウム協会、全国技能士会連合会に所属する日本エクステリア工業会などがある。なお、網戸など建材製品などもエクステリア製品と呼ばれることがある。外交は敷地周りの構造物を主に示すが、エクステリアは草基地など前提等も含めて述べられる。エクステリアは住宅敷地周りの構造物を指す場合と庭と敷地内の外部空間全体を指す場合がある。 ジーンのパーゴラ、ベンチなど伝統的な日本家屋に新設された平日本では古来より庭園作りという伝統があり、造園業が存在したが、近代に至り特に都市部では住宅を取り巻く環境が、車社会の到来や住宅の欧米化なども含めて大きく変化したため、従来の庭作りの概念だけでは解決できず、門、平車庫、アプローチなどがより建築や、 それを取り巻く街並みとの兼ね合いで、住環境を捉える必要から、エクステリアという新たな概念が生まれた。また、それを専門に設計施行する専門家や施行業者が増加した。しかし、エクステリアという言葉の概念が曖昧であったため、設計、施行に関しても確かなよりどころがない時期があった。その間にエクステリアを取り巻く環境は大きく変化し、景観条例、 街づくり条例施行などで、環境整備、街並み保全、緑化などが全国の自治体によって進められたことなどから、それらに配慮したエクステリアのあり方や技術、技能の向上の重要性が増してきた。近年ではさらにエクステリアの新しい利用方法として、国内外で今同様に生活空間として利用できるスペース利用法としてのアウトドアリビングという概念も生まれ、 さらにエクステリアの概念が多様化している。エクステリアの鑑定と積算については、一般的に外交、工作物等の工事費も含め、外交、工作物実例データ集や、積算ポケット手帳を外交編などを用いて算出している。日本では関連学会として、一般社団法人日本エクステリア学会がある。日本エクステリア学会は2009年に、 エクステリアの技術者として要求される知識と技術向上を図るとともに、エクステリアに対する信頼性を高め、快適で豊かな住環境の向上に寄与することを目的として設立された、エクステリア品質向上委員会を前進とし、会員相互の協力により、エクステリアに関する学術、技術の進捗発展を図り、社会に貢献することを目的に、 エクステリアの調査と研究、開始、論文の発行と活用、文献、資料の収集と活用、技術教育の進行と研修成果の普及、啓蒙などを主な事業としている。これまでにエクステリア製図企画、エクステリア思考基準と標準図及び積算平変を観光している。エクステリアの要素例デザイン用語、用法としてエクステリアデザインがある。 日刊自動車新聞に、エクステリアとは、ボディの外形であり、建築と同様を代表するような部位と言えるが、重要な要素といえば、アイデアと商品としての要件を、いかに一致あるいは両立させるかにある。ポテンシャルの高いデザインというものデザイナーのイメージあるいは、両立させるかにある。エクステリアが、所有者は、路上や駐車場で、 多くの人々によって遠近ともに観察され評価されるのに対し、インテリアは所有者を中心とした主に乗員によって観察、体感、評価されることになる。またドライバーによって操縦され、あるいは乗員すべてによって何らかの操作や接触が行われる場所となる。したがって魅力としてのデザイン以前に、エクステリアのようなレイアウトやパッケージングなどからの寸法要件に加え、 機能、操作性、視認性、安全性、感触、雰囲気、耐久性、生産性、コストなどの多様な要件を考慮しつつ発想し、造形し、各素材に置き換えた上で評価しなければならないし、重要なのは多様な素材による多数の部品の集積を統一された情景として、コーディネートされていなければならず、加えて自動車の走行による動的な影響の中で、 操作性と居住性が評価され、快適性として判断されることであるとされる。日本で自動車が普及し始めてからしばらくは、自動車というものに対する経験そして判断基準のなさからインテリアに対する評価が低く、デザインの興味はもっぱらエクステリア格好に対してであった。しかし、自動車文化の成熟や友人者に対する経験の蓄積、 あるいは安全性や快適性対する評価が厳しさを増した結果、インテリアとそのデザインに対する関心は大きな高まりを見せており、購入理由にも小ささから、抜比率を占めていると言えるようになっている。カーデザインのカラーも、エクステリアとインテリアに分かれ、対象の素材によって取り組みの要素や性格が変わってくるが、エクステリアで最も重要なのは対抗性。 分けても退色性と色味との整合性である。ボディカラーとしてどんなに新鮮な色味を見つけ、あるいは開発しても、常に外交や天候にさらされることによる色合せは避けられず、メーカーによって定められた一定の条件下での経過時間と退色度合いの基準に適合して、初めて商品に対する適用が可能となるのである。したがって、かつては、 年単位での長期の曝露試験が必要で当初は沖縄などでも行われていたが、後にはより過酷なオーストラリアや北米のアリゾナなどで実施されることが多かった。近年ではシミュレーション技術が向上し、従来の曝露試験は一部のケースにとどまり、多くは3ヶ月程度の試験に短縮されている。この試験で合格したものが使用可能となるわけであるが、他方魅力度の向上では、 従来のメタリックに加えてパール、そしてその両用などが加わり、また物性では、作家賞などが自然に復元される男性を持った、トップコート、イコール表層塗料が実用化されている。他は、カーデザイナー、エクステリアデザイナーも参照。エクステリア例担当デザイナーハット AB ことバンク。エクステリア見せるエクステリアガーデンハット ABC 一般社団法人2本。 エクステリア学会エクステリアの外境、アウトドアリビングウェブリオ辞書話題のアウトドアリビングハウスメーカーが提案する新たな可能性ツーモジャーナル2017年8月18日アウトドアリビング8つのポイントリフォーム産業新聞ことバンクアウトドアリビング外交工作物実例データ集建物の鑑定評価筆計編集委員会建設物価調査会 建物の鑑定評価筆計2007年6月 ISBN 978から4から767650012株式会社フロントロー特集10ページ積算ポケット手帳外交編建築資料研究者2013年エクステリアの試行基準と標準図及び積算平編日本エクステリア学会建築資料研究者2014年3月 ISBN 9兆7848億6358万2842億8億8059万2530ありがとうございます。